大川勲は、日本の実業家。システムインテグレーターの CSK の創業者であり、ゲーム会社、セガの会長及び社長を歴任した。投資家、特殊家の一面も持っており、1998年11月に、個人資産2700万米ドルをマサチューセッツ工科大学に寄付したことから、MIT が大川センターフォーフューチャーチルドレン設立を発表。 亡くなる直前の2001年1月にはセガが家庭用ゲーム機事業の撤退により生じた損失額を埋める約850億円をセガに寄付しセガの倒産を回避した大川の死後信仰のあった椎名武尾や増田宗明が中心となって大川の意思に基づきベンチャー企業の進行発展を行う一般財団法人大川ドリーム基金が2011年に 設立された。大の歌好きでたびたび LP、CD アルバムを発表していた。収録曲は、中村八大作曲、デュークエーセスの歌唱による、釈迦、温度が中心だが、大川本人歌唱による、第二の釈迦とされていた、東京ラプソディなども収録されていた。矢島信幸。大川伊佐押追悼特別記事、人生すべて経営をやり抜く。日経 BP 社。 2017年6月14日閲覧。AB 企業化精神を取り戻せ大川伊佐氏の意思継ぐ基金指導。日本経済新聞社。2017年6月14日閲覧。レコードと暮らし田口文と歌謡者2015年。P146 から147ありがとうございます。